よし、はい、今度は闇の衣を吹っ飛ばしていくんでいい、よろしく。見たです。よし、まずは私の勇者の剣を喰らえ。ブクブク躍動している。おお、闇の衣を破る術を知っていたとはな。知ってたんだけど持ってなかったんだよ。袋の中にあったんだよ、しょうがねえだろ。しかし無駄なこと、無駄の中で曲がり来る姫がよい。あ、カニだ、カニ。こいつの右手カニだぜ。あ、もう一回俺のターン、ずっと俺のターン。ボス戦の音楽ってこれゾーマ戦じゃん。ちょっとスリーネタ多すぎだよね。とまあユーグランドをしてるとマジバリ。おい、スプルトが正解でした。それでやめて。あれこれはどなんだね、マジバリで。いいね、あーちっちゃい落ち族だ、みなでにしてくるやつだ。灼熱反対攻撃、あー灼熱ゴミだな。これね、ハッスルダンスするよりセーニャのベホマラーの方が体力量が多いんだよ。ピオリム、まあ、ベホマラーですよね。みなでに打たしたくないな。ギガブレちょっと足りない、押し切りたい。グレイグさん実は全体攻撃がないんだ。仁王立ちでみなでにを一人で受けたら死にそうだな。みんなでね、みんなでダメージはね、分かち合おう。私が女だったらギガブレイクを。ローズ台風までしかないんだよな、全体がない。台風じゃ倒しきれないと思う。セーニャターン、聖女の守り、光の旋律、灼熱と何かあったかな。まあまあかけとくか。セーニャが死んだらしょうがない。はい、リレイズ。呪文耐性が下がる。よし、メイン立て。はい、ヨグランデ、リレイズさん。イオグランデのダメージやっべ。はいはい、次のギガブレイクで少しは減らせるだろう。ここは私のギガブレイク、ちょっとでも減れ。1体2体2体2体、まあまあ。シルビア班しびれてはる。身を立ちしたら死ぬ。ベホイムより大防御だな、これは。ほう、15。お前一人だけまた攻撃してくるの。ベホマラーまでなんとか耐えました。
麻痺もあんのかよ、しんどいな。よし、私の勇者の剣をシルビアに。なったわ。マジバリのかけ直しじゃ。邪悪な光が生きてる。水出るフレア。生きてんじゃねえじゃん。全体にばらまいてんじゃねえか。おーい。やめてー。何回攻撃した気がするんだこいつ。やっぱ手から壊すべきなのか。レディーファースト。お先にどうぞ。言葉に甘えて。メホマラ。よし、女神の祝福をさらにかける。このメンバーだとシルビアが死なれる方がきついか。イーリス先生、あれ、リレイズも消滅するのか。またちっちゃいの来たー。リレイズ吹き飛ばされるのは痛いな。あ、灼熱は耐えたことない。よし、ナイスナイスミス。じゃあピオリムだけかな。問題はベホマラーしてて MP の方がつきそうなんだよな。しかし全体攻撃がない。いや、ブレイク。手をね、壊したいんだけど、どうやったら壊れるのかっていう。あ、ちっちゃい全体攻撃がないんだよな。カーミュー、カーミューの分身で常に出るたび殺したいけど、この守備力の方がな。火力を2人にするとその辺が。このメンバーだとグレイグさんなんだよね、変えるとすると。まあ、これでミナデインはそんな食らわんだろう。ここでね、女性軍がいるとね、シルビアのレディーファーストを回復に回すか攻撃に回すかっていうのが選べるのがでかいんだ。だからイケティナさん、そう、これチート技ね。これ超チート技ね。変えたやつに即ターンを与えれるっていう、シルビアさんのチート技やで。ピンクサイクロン、やっちまえ。あー、倒しきれんか。痛い。シルビアンが死んじゃう。バギムーチュ60。あ、さすが。で、そのまんまグレイグに戻したいんじゃない。これマジチート技やな。この戦法最強じゃね。シルビアさんのターンになったらメンバー変えて、終わったら戻してってしたら、女性キャラは攻撃だけして帰っていけるぜ。よし、ミナデイン使われない。ほら、これちょっとチートじゃない。ベロニカ先に学んで打たしとくか。これマジチートやな。お先にどうぞ。お言葉に甘えて。
これちょっとチートじゃないですかね。手壊れろ手壊れろ、まだ、あ、なんか割れた、あ、それそういう装備だったの。やべ、シルビアハンチートや。お、右手壊れそう。スクルット、フレア両手がなくなっても復活しそうなんだよな。問題は何回攻撃するの。よし、耐性装備でよかった。俺はちょっとギガブレイクでダメージを稼がせる。クバーハがね、正直ダメージが低いからいらないレベル。あとはこいつにね、マジバリ作るとダブルかかり中、つまりすることがない。剣じゃねえし、持たしときゃよかったな。やることがないのであれば、ダメージに行くか。蒼天マザー、とりあえず右でも左でもいいから、まず壊れろ。500だがダメ。どうしようかな、ここは安定しとくか。普通にハッスルダンスでいいな。シルビアさんの MP があんまり減らないから、セーニャに使わせすぎると後が。26、グレイグさん硬すぎ。加害武器はそんな食らわないんだよ。でベホマラ、ベホマズンのちょっと消費量が64も激しすぎる。はい、グレイグさん、とりあえず右から壊していくか。終わった。あ、色が変わった。カニに見えるね、色がさらに変わると。右がグレイグ、これで1回分攻撃が減るかな。我が軍はそんな食らわないんで、そんな食らわないっていうだけでリリーズなくなんだな。これマダンジェ連発が一番楽だよね。言っちゃ悪いんだけど、あの多分エルフの飲み薬に対応してカバウしながらひたすらマダンって打つのが一番楽な気がする。どうぞ。インサイドロン、お、右手も終わった。左手か。ベホマラ、ベホマラの回復力いいです。あ、すばやさ終わっちゃった。でシルビアのすばやさがもみったけど、まあレディーファースト、やべ、レディーファーストが強すぎ。はい、ティナさん、これ考えるとティナさんも攻撃でもいいかもしれない。耐性とかどうせしないし。おっと、顔が割れた。チュルリン、あ、羽が生えた。セルっぽい羽が生えた。ガギムーよ。眠れーせーにゃー。入れ替え、ティナさんを押してメインだと。私のターン、はい、俺のゾーン。まあ早いうちに直しとこう。
治って、はっ、闇の炎、闇ブレスあるよ、そんな言うほど食らわん。もう笑ってる暇あるの、両手なくなっちゃってるよ。あれもう黄色いぞ、俺これ勝てんじゃねえ。これはあれだ、ピオリムだな。で次セイヤでしょ、でベホマラ。なんだかんだで装備は整ってるからね、レベルは、レベル上げしてないから、レベルはちょっと低めだけど、おら、さあ特にすることもない、なんかない。勇者の舞、仲間全員の攻撃力をかなり上げる、やっとくか。俺踊ってるだけ、はあ、いいね。あのお願いだからいてつく波動はやめてください。さらにピオリム、回復は大丈夫だな。じゃあスクルトとマジバリだな。マジバリグレイグさんしか耐えられない、やばいやばい。200は MP 回復吸収しやがった。ほら、凍てつく波動、攻撃力上がっとこい、無駄じゃねえか、やめてそういうの。まあ、そんな気したけど、アルテマソードでダメージ稼ぐか、そんな気はしたわ。始まり、時を奪った。えっ、ちょ笑ってる、時奪ってやる、まあ、ディオじゃねえか、怠慢しろってこと。自己再生ってお前ポケモンかよ。左腕も右腕も、もう見よう、俺だけ、え、ちょっとお前時止めてからやりすぎじゃね。いつ治んの、笑っているじゃねえよこのチート野郎。まだ攻撃、死ぬ死ぬ死ぬ、瞑想まで、おい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 、まあ、それやりすぎ、こんなベホマするしかないやん。あ、まさかこれまた勇者の剣使えってことか。あ、よかった、動き出した。そんな止められないみたいだな、よかった。なんかない連携、アルテマシールド、仲間全員を鉄壁水根から守る、微妙。大暴挙、マジックバリアだ。あー、雑魚たち殺しきれないか、これだと。黒与地族はなんかどれが効きやすいとかないのかな、閃光かな。やつらは光に弱いはず。うーん、そうでもない。あっ、あー、シルビアがパーになってしまった。治れ治れ治れ治ら、うぅぅ、セイニャ死んだ。シルビー混乱よ。お、意外に攻撃した。グレイグ、お前は大防御をして、みんなが死んだらメガザルを使え。
なるほどな、敵によって違うんだ。あ、これシルビア死ぬんじゃねえ、俺が殺すんじゃねえ。耐えた。あ、おしょうがないよね、シルビア。終末の炎メラガイアよりずっとで、あれ残ってる。よし、グレイグさん、あんたはもう大防御して全員が死んだら目が当たる。仕方ない。激しさを増していく。元気玉だ。どこから力集めてんの。ちょっとミナデインは使われずに済んだね。あ、叩くね。ちょっとでもダメージを与えるか、どうせ死んでも復活ができる。終末の炎。あ、俺耐えた。グレイグさん、今こそ勇者の盾となる時が来たのだよ。さらば、俺がメガザルだ。おお。ふう。やめてね。よしよし。ラキム。頑張った。君は頑張ったよ。大丈夫大丈夫。すぐ蘇らせてあげるから。ほら、ザオリクあるから大丈夫。ふう、やっぱ死ぬ死ぬ死ぬ、俺が死ぬ。おー、せいな。ちょい、あれ、せいな動ける。あ、誰か一人、なるほど、これはベホマ軍ですな。自分しか回復しねえのかよ。じゃあベホマでよかったよ、もったいねえ。なるほど、怠慢状態を作るか。なんかそのウルト見たことある。なるほど、そういうことね。じゃああれだな、死なないやつつけとこう。死んでも蘇るよ。何このダメージ。またそれ。ベホマ。よし、俺のターン。グレイ、お前は賢者の聖水を使えばまたあれだろ、メガザル使えるだろ。メガザル係。あー、死にたくないけど、自分にベホマかな。これはもう使われちゃうね、しょうがない。レディーファーストでベホマラー。先にどう、今回は使われちゃう、しょうがない。もう一回だな。おお。で、特に女神の祝福。でグレイグさん大防御するからいいとして、シルビアが死ぬかもしれないから、シルビア、俺のゾーン。
まあ、俺はちょっとでもギガブレイクでダメージをね、多分ね、ミナデインプラスのあれでほぼ死ぬはず。よし、右腕倒した。おお、支えが失ったらこう落ちてくん、もしかして。やったー、何これ。自爆痛い。なんか別のゲームで結果しゃくね。なぜそこまでの力が、清流の末裔め。え、何言ってんの。ああ、なくなったらじゃあもういいじゃん。お前攻撃に行け。マジ配りや。急に何言ってんの。逃げくれや。これ何属性、海属性かな。灼熱。ちょっとセイニャタンの MP がまずいんで、ハッスルダンスじゃ回復量足りんな。レディーファースト。メホマラ。そして私のターン。マピオリムかな。エルフの飲み口誰が持ってたって。ギガブレイ。これはちょっとミナデイに打たれちゃうな。まだ黄色だな。瞑想2回されてるからな。作ると思って。まあこれはしょうがないね。じゃあ君らでいい。まあ、そんな食らわねえし、これハッスルダンスぐらいで十分だ。寝るなよ。よし、入れ替え。あの出て攻撃だけして帰っていく通り魔さん。はい、どうも。オラ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 。よし、左手も終わった。出て攻撃だけして帰っていく、ほんと通り魔のような、通り魔プレイと呼ぶ。やるかなあれ。ちょっと MP がまずい。エリフの飲み口ないかな。ないな。そんなものないようだよ。ちょっとベホマラーに行きたくないから、ピオリムかな。さあ一体だが、アルテマソードをちょっと使いたくない。ちょっとここで私のハヤブサ斬りの威力を確認しておく。はい、ちょっと足りんな。マジバリ。お、でシルビアは、普通にハッスルダンスで全員奪える。セイニャの NP を回復せない。なんかない？聖なる仲間全員の回復力と守備力をかなり上げる。全員を残しときたいね。あー、聖水持ってきときゃよかった。ほんと。じゃあピオリムかスクルドだね。で飛ばされたら即使えばいいんだ。よし、大丈夫です。マジバリ2段階。寝るなよ。よし、いいね。一旦無駄にさせるってでかい。そして私のターン。あるか。魔法の聖水しかない。あー、エルフの飲み薬持ってりゃ楽だったのにな。じゃあだな、ダメージ出しに行くか。アルテマソードは消費で激しすぎねえか。
よし700、そろそろ赤くなっていいんやね。持ってたろ賢者の聖水いっぱい。お前がいっぱい持ってんのか。魔法の聖水、奇跡の木の実、仲間一人をゾーン、そこはいいかな。いっぱい持ってる。千夜回復させといて。ブレス耐性つけてないっす。お前笑ってる暇あんのか。ピオリムオッケー、作るとちょっとすることがない。となると女神の祝福を自分に。おっと赤くなった、もうちょい。1000、会心のアルテマソードで決まればかっこよかったけど決まりはしない。やることないならお前も攻撃じゃ。天下無双と無心攻撃どっちがいいのかな。サン、あ、おう、寂しいダメージ。イオグランデ大丈夫、魔力防御2段階アップ。アイテスガード、それをね予想してたから。大丈夫、それ分かってたから。おい、ゾーンも飛ぶの？凍てつく波動ってゾーンも飛ぶの？かけ直せると思ったのに。2ターンももらってもしょうがねえよ。女神の祝福を自分にかけてよ。まさかゾーンまで飛ぶとは。アルテマサイ決まる。まだか。天下無双の方が強いか。ほらほら、いやそうでもない、無心攻撃の方が強い。また時奪った。私のターン。終われ、決める、決まった。おい時止めといてよ、時を、俺が時を止め返した9秒の時点で俺が時を止め返した。やったぜ。やめて。セルみたいな色してんなこいつ。誰か裏切るやつはいないか、大丈夫か。急に裏切るやつ、一度ならず二度までも覚悟しない。やめなるんだ。先代に比べて4人多いからね。だが光が闇を凌駕するなどありえんのじゃ。我が肉体滅びようとも魂は永遠なり。光、なんだこの光は、めぶしい。お、逃げろ。さすがケトソさん、いてくれたんだ。役に立つクジラやで。ベロニカタン落ちそう。やべ迷った。出口どこ？あったあった、出口あった。脱出成功。危機一発。勇者の星が爆発した。
ふう、いや勝てたね。レベル上げしなくても勝てたね。あ、ラーミアの音楽。お、終わった、終わったぞい。これでもこの世を脅かす者はおらんの。長い旅が終わったのじゃ。仙台のね、老子様の時代から続く時を超えた戦い、本当に終わったのね。見えてないね、手袋のせいで見えてないよね。手の技が見えてないから。多分ね、ほとんどのプレイヤーはこの装備してるから今の手の技見えてねえんじゃね。助けてあげたいんだね、あの人のこと。どの人？彼女のもとへ。セニカ様っすか。助けれるの？また会いましたね、不思議な旅人たちよ。邪悪な気配は消え、世界は救われました。もう用はないでしょ。勇者の力ってすげえな。私の体が。はーい、元に戻った。あれ、おかしいな。その服今セーニャが着てるよね。なんで2着あるの？タイムパラドックスか。そもそも着たまま、あの、予知族になったんだったら、この服残されてないはずだよね。あれ？ネルセン様、どこからゲットしたんですかね？着替えかなんかパクってたのかな？はい。老子の剣、あげちゃう。映った！セニカさんが勇者を受け継いだ。あの時代、さらに変える気か、世界を。今ならあなたは戻れる。そう、失敗したんだよ、戻るの。そういや、そうだった。失敗して予知族になったんだった。しかし今、勇者の力を与えられ。ファミコン世代かな。失敗したらリセットすればいいや。あ、剣は残る。てか、先代の剣、先代の剣優秀すぎね。俺の剣壊れたよな、確か。これ割ったら先代の方が優秀なのか。ありがとう。俺の剣折れたから魔王の剣使ったんだもんな。消えた。不思議だな、こういうことがかつて あったよ。お、エンディングかな。穏やかな日々を過ごすことになった。そんなある日。あ、懐かしいこの服。しかし背中には先代の剣だ。勇者の剣、真。
結局こうやって見るとさ、全部先代の装備じゃねえかっていうね。いやじゃ結局先代は裏切られさえしなければもうこの世界ずっと平和だったんだなっていう。じゃあ全部ウラノスさんが悪いんじゃないですかね。全てはウルノーガのせいだった。目が覚めたみたいだね。世界救ってくれたおかげで平和に暮らしてるよと。ほらみんなに挨拶してごらん。全部先代の装備じゃねえか。ガチャ。汚れた方ってゴミだろ。エンマターン。あー痛い。これ町復興させずにクリアしたらどうなんだろうな。滅びたまま。おっとっと、魔王の枝玉勇者の星に封印されてたんだろうって。スケールでかすぎて何が何だかわからねえけど、それ出すお前すげえよ。しかも最後は怠慢で勝ったぜ。見たことのない服を着た女の人が二人、昼夜を待ってたよ。綺麗な人たちだったなってるけど、あいつらと何回かこの町来てっからな。石の村へようこそ。勇者昼夜の生まれ故郷だよ。え、何してんのかって歓迎の練習さ。いやいやいや、勇者が生まれて育った村として売れだぞと思ってね。がっぽりがっぽり。儲けもん儲けもん。覚えてるって。手作りのお守り渡したよねって。ずっと一緒にこの村で生きていきましょう。だが結婚するにはネルセンのおっさんにお願いしないとダメそうだけど。ブッブッ。でも入り口に行くとね、話が始まるんだろう。親戚に赤ん坊が生まれたんだよ。王のようにって玉のように可愛いみたいになったよ。命の循環は続いていくんじゃよ。もうすぐ私は死ぬけどね。お、神の岩登ってみたわ。ちょっとさすがに登りに行くのはめんどくさいんでパスです。あれ、デクいるデクいる。神の兄貴から手紙届いてね。翔也さんのこと書いてあったよ。今から読むよ。元気してるか。初めて会った時から不思議な縁があってな。妙な予言の通りに出会い、成り行きに任せて一緒に旅してたら世界まで作っちまったぜ。今思えば運命だったのかもな。かけがえない宝になったぜ。おっと、恥ずかしいから言うんじゃねえよ。絶対に言うなよ。兄貴に言うなって言われたのについ読んじゃったよ。私悪い人ね。半分ぐらいお前のおかげだからな。うん、世界救えたのはデク。お前の集めた装備が強かったからだよ。ゆるキャラ、ゆるキャラ見に行く。いや、よくやった。倒しまなんて大したもんだぜ。英雄がれるって思わなかったぜ。ゆるキャラ、ゆるキャラ。はい、登場。いるわ、いるキャラいるわ。ムフォ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 、喜びの歌を歌っている。いや、売り出していこうぜこのゆるキャラで。稼ごうぜ稼ごうぜ。石の村名物。今日も馬と一緒に散歩さ。一番幸せ。何でもないようなことが幸せだったと思うよ。王様から褒美もらったらしいよ。ん、何も聞いてない。褒美を独り占めする気ね。村長ったらはしたないんだから。はしたないってそういう問題か。意地汚いとかじゃない。うわ、びっくりした。おおお、お兄ちゃんは世界を旅したんだよ。どんなのとか教えてよ。いや、あ、やっぱ答えなくていいや。自分で見てくる。ネタバレは嫌い中だね。わーいわーい、思いっきり外で遊べる。お、世界の救世主様、自慢にしちゃったわ。お、親玉を倒したらしいな。この天才情報やルバスがいろいろ情報を教えたかいがあるってもんだぜ。
とってくの情報教えてやろう。実はな、石の村の女性と再婚するのさ。新しいお母さんになれば娘の寂しい思いをしなくて済むだろ。とっておきだろ。他人に話しちゃダメだぜ。お前の結婚話とかどうでもいいわ。村長、村長、はいはい、メルラさんは泣いて喜んだわよ。心配してたのよ。親孝行しなきゃダメよ。親孝行しなきゃダメよって、世界を救うことが一番の親孝行だと思うんだけど、まだ親孝行しなきゃいけないの俺。よくやったの、お主のおかげじゃ。勇者の使命を果たした、心から誇りに思うぞ。おい、褒美はどこに隠した。これか、ダジャレの音。ダジャレがどんどん頭に浮かんでくる。神の岩からダイブしてみた、だいぶ痛かった。まだじゃ、まだ止まらんぞ。最近太ったなんて今には言えません。来とる来とる、神様が来とるぞ。いやー、豪華なベッドだなおい。俺の家とは大違いじゃねえか。とさあ行きますか。あ、やっぱお前らもいいんだな。ベロベロン、魔物の間また押すなんてすごいベロン。お前の顔ベロベロするベロン、やめるベロン。グロッタ、武道会でだからただものじゃねえと思ってたが、世界救っちまうとはな。今じゃ英雄だ。負けた時は悔しかったが、戦うことを声に思ってるぜ。いるいる。お、いいとこに来た。可愛いお嬢さんたちがお前のことを待ってるぞ。早く会ってあげるといい。俺んちまで来いよ。入り口で待たなくてもいいよ。よ、元気してた。ご無沙汰、ご無沙汰。ダンディーが出た。え、あの戦いの後会ってなかったんだ。生活に張りを失ったあんたのためにいい話を持ってきた。何？お、セニカ様が、そんなことしてたのね。あー、してたしてた。どっかの階層で見た。勇者の剣を収めよう。大樹に管理してもらおうってわけよって。うん、いいよ。そう来なくっちゃ。準備ができたら村に帰ってこられませんわ。エマタンに話しかけてみるか。まだ会話してないなら全員話しておけよってことかな。え、また旅に出るつもりなの？冒険大好きなのねって。早く帰ってきてね。あとはおっかさんぐらいか。母さんには行ってきますよ。おお、本当に世話のかかる子だに。それほど危険もないと思うけど、気をつけなさいよぐらいか。まあまあ一応言っとくか。近いんで村長の家も一応行って、レッツゴー。ガチャーン。話しかけられた。お、よくやったな。わしはモブじゃからセリフは変わらん。と、それじゃあ行こうぜ。あー、こっちか。はーい。わざわざこうやって向かうんだ。ここ長いよ。マリオカードのレインボー、ほら、なんでそんな無駄にグネグネ曲がってんだよ。直線距離でいいよ。あ、来てる。あ、キーン。アラレちゃん走り。ヨッチ族。あれ、クロッチ族の正体がニズゼルだったはずだけど、普通のヨッチ族はやっぱまた別なのか。
それはセニカさんはもう予知族になってたもんね。意外に足上げて走るな、セニア。陸上部だったのかな。ずれてた。アイテムはないのか。ない。あれあったはずなのに。世界中の種族なかったっけ。こっちだ。あ、眩しい。にじけ。奉納しに来たよ。いろんなことを思い出すわね。何度目だここ来たの。3回目。はじめに光あり。もともとこの世界は闇、死の大地だったこと。命の大樹が降り注ぐ、命の大樹の光が降り注ぎ美しい世界が生まれたと。私たちの友情のふるさとなのかもしれませんねと。さあ大樹の魂。エンディング入ります。勇者の剣が大樹の中に吸い込まれていく。あ、マスタードラゴンだ。ようやく会えましたね、光の子らよ。私は命の大樹のもう一つの姿、青龍と呼ばれていたもの。そういえば裏ボスが何か言ってたね。あ、戦ってる。あるがな昔、ニズゼルファとの戦いで負けたのかい。命を落としました。あ、私の命は光の源。主を亡くした光たちは時の彼方に葬られ、世界は闇に飲まれました。しかし私と共に戦った神のため、スライムに見えるなこれ、彼らの願いが奇跡を起こし、ただね、神の民の顔が顔だから笑ってるようにしか、おっと、よっち族が生まれた。私の失われた時が再び動き出したのです。よっち族に連れられて天に上がっていく。自らの姿を捨て命の大樹となり、おう、この世界を作りました。この木何の木、気になる木、まさかマスタードラゴンだったなんて。いつかニズゼルファを打ち滅ぼす勇敢なる者たちが巡り合うことを願って、そしてあなたはやり遂げたのです。あ、やりました。先代勇者ローシュモがなし、ローシュモを割と倒してたけどね。ニズゼルファの討伐を。はっ。シュウヤよ。あなたこそ、ロトゼタ賞を作った誠の勇者。あなたはこれよりロトの勇者として語り継がれ、みんなの希望の架け橋となるでしょう。ロトの勇者シュウヤよ。
光ある限り闇もまたあります。長き時の果て再び闇から、何者かが現れるでしょう。もしかしたら私自身が、フラグ？闇に染まることもあるかもしれません。しかし、人の愛は、勇気は、決して、消えることはありません。もし私が闇に落ちてしまったら、その時はどうか。この剣を手に、過ぎ去りし時を求め、エンディングの音楽が「ドラクエ1」はい、エンディング。1回目のエンディングとは違うな。1回目のエンディングは、ドラクエ11の、街たちを巡ってる、いや、この音楽ねん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 。音楽、杉山浩一先生。いやー、ドラクエ1の勇者がロト剣持ってたよ。ワンの一応最強装備はロド剣だったか。いやービルダーズでいっぱい聞いたな。ドラゴンクエストワン、これワンから順番に流れるやつかな。あー、ファミコン版のワンだ。ずっと下しか見てないよ。調べる北とかだったっけ、ファミコン版は。俺はスーファミ版でやったので。いやー、ゴールドと経験値が常に見えてんだよね。主人公の名前ロットなんだけどあれ、なんかパスワードが流れたな。はい、ドラクエ2、悪霊の神々。神々って言うけど、神は一人だったよね。指導だけだったよね。もういきなり悪デーモンとかと戦ってる。俺もこれもスーハミだね、2も。指導だいぶはみってる。多分俺がドラクエで一番聴いた音楽が流れ出した。いやー、今でも毎日聴いてるわ。きつかったな、最後のハーゴンの神殿行くまで。あ、そして3はファミコン版はバラモス倒すとこぐらいまでかな。スーファミ版もバラモス倒すところぐらいまでだったけど、ちゃんとこの間クリアした。アルス、ベンハ、スミス、キッド。スミスの職業がわからないけどね。多分僧侶じゃねえかな、 MP 高いし。いやラミアが復活した。光の玉で、あの橋がつながった。さあ、ドラゴンクエスト4、アリーナがデスピサロ殴ってる。トルネコさんが流されてる。アリーナ姫様ですね、健闘をお祈りしています。あ、ラーミアの音楽に。まあ、いっぱい聞いたけどね。デスピサロが完全体になった。アリーナの攻撃、会心の一撃。
4のね、主人公ソロって名前だった。さあ、5! ビアンカとフローラ、どっちを選ぶ？あ、やっぱそのシーンだ。ゲーマー！ゲーマーが！ルドマン、さあ、アベル、フローラとビアンカさんのどちらと結婚したいかが考えたか？ゲーマーはゴールドオーブを砕いた！タバス、では行くとしよう。メホイビ。ゲーマーはルーラを唱えた。なんとこの私が好きと申すかってみんながやることやんじゃねえよ。アイシックス。もう、ドレアムさんがデスタムーアさんボコボコにしてる。デスタムーア、何っつってる。あとはオープニングのね、あの、竜に乗ってムドーンのとこ行くやつだな。デスタムーアさんがボコられてる。いや、初めてドレアム倒してターン行った時はビビったよね。ボコボコじゃねえか。ぶつくさぶつくさ、まったくうちの子ったら勉強もしないで。次はセブンかな。エデンの戦士たち。む、水流の剣の光が。そんなシーンあったっけ。エビル・エスターク2体と戦ってる。水が分かれるぞー、キーファー。種は主人公に使え。セブン、俺たちやったんだな。エイト、エイトでガスね。あ、ポケットにネズミが。ドルマゲス。これでも暗い。あ、ひゃ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 。CV こやす。空を見るでガス。アイシラでやるべきことは CV タッチキ。あー、あったあった、ネズミ動かすシーン。トカゲー、トカゲ落ちろー。チャゴス、チャゴス来た。なんだ、なんか落ちてきたのか。ヒー、うわー、さあ、ない、星空の守り人。え、エルギ、人形、人形が動いてる。メタキンに体当たりした。メタルキングが現れた。止め吉の狙いすました月。ミス、当てろよ。逃げだ、逃げられてんじゃねえか。メタルキングは逃げ出した。こんにちはマキナ、あなたとお話できて嬉しい。またメタキンに喧嘩売ってる。メタルキング ×2。 マダンテされてダメージ16だったんだけど。今度は当たった。メタルキングに383のダメージ。メタルキングをやっつけた。正義の地図かな。ナインたちはそれぞれ経験値を獲得。アイテム、オンライン。テンはね、オフの部分しかやってないからよくわからない。あの、今度あれか、イタストに出てくる王女様がいる。はあ、ペガサスみたいなのが角出た。そしてあの、ケトスが最後のバリア壊したみたいに突っ込んでいった。そして、イレブンにはいかない。あ、セニカ様が、セニカ様が、戻れた。これ、あれから後ろから狙われるシーンじゃね。ローシュ、ローシュを守れ。
さあどうなる。見つけたわけではないのか。先代とセニカ様が。老主からすると何をこんなに焦ってるのか分かんないんだろうな。先代マジイケメン。あれ勇者が2人になった。そして新たな伝説が刻まれた。あれこれ特典版の本じゃね。お嫁さん誰なんだい君は。スリーだ。スリーのお母さんだ。今日は16歳の誕生日よだ、多分。起きなさい、起きなさい。私の可愛い坊や。今日はお前が初めてお城へ行く日だって言ったでしょ。フィーン。トロフィーゲッチ。筋トロだ筋トロ。はい、というわけで戻ってきました。はい、というわけでね、無事ドラゴンクエスト11、クリアです。いやーね、なんだかんだで、はい、プレイ時間97時間13分だけど、これあれだな、エンディングの時間が抜けてるから、多分こっから1時間98時間といったところだね。裏ボスを倒した後に、セーブはされなかったので、本当に裏ボスを倒したら終わりだね。ということはね、まだいくつかねミッション等残ってるんで、まあその辺ね、あとエマタンと結婚してないし、あとは聖女の髪型のチェンジもしてないんで、まあもうちょっとはやろうかと思います。よし、じゃあそれじゃあね、まあ残りの分をね、ちょっとやれるとこまでやろうと思うんで、じゃあ再開。